はい、皆さんこんにちは。今年も2020年、今年も皆さんよろしくお願いいたします。というわけで新春一発目のなんだっけ、あ、くるくる討論会、今日はじゃじゃん、エラちゃんも来てくれてます。初。そして最近ご無沙汰の、ご無沙汰じゃない、最近頻繁なピザピーといつものジーキです。レギュラーメンバーです。なんで私が仕切ってるんですか。今日のお題は、今日のお題は何にしますか。いいです、それで今のでいいですか。いいです。というわけで今日のお題はなんつやいの、あ、もう言って、はい、仕切れない私には。今日のお題は営業戦略ということで、ちょっと話ね、難しいかもしれないですけど、うん、いいですよ、営業戦略ということでね、はい、うん、ここに来られる方、よくね告知に来られる方が多いんですよ、うん、いろんなイベントとかコンサートとか人に来てもらいたいっていう、そのための告知ですよね、うん、いついつ何々がありますよ、うん、でより人に来てもらいたくて、うん、告知をするんでしょうけれども、それでまあ基本的に増えるのかなっていうのが疑問なので、より来てもらうためには何が必要なのかっていうところを今日はね、討論、あ、そう、消える消える、大丈夫、ごめんなさいね、したいです。私ですか、はい、そうですね、だから最近やっぱいろんなところでまあ、イベント毎週のようにありますよね。土日祝日マルシェだったりとか、なんかのこう野外イベントだったりとか、まあ、音楽イベントもそうだよね。なかなか皆さん集客ってこう困ってるっていうと変だけど、苦戦してるなっていうのをすごく思うんだけど、私はまあイベントを企画するっていうよりは参加する側の人間なんで、そっちの立場から言うと、どういうイベントに行きたいかってやっぱおのおのあると思うんですよね。私はまあ誰がそこにいるか、その人がだからその人を知ってるっていうところがまずベースになってくるところはあると思うんですよね、うん、なのでまずはその誰のイベントに行きたいかっていうのがね、私の中では一つキーワードになってくるんですよ。それぐらいでちょっと次の人に回しとこうかな。エラちゃんはどういう感じですか、そのイベントに。イベントに行くのは、私がイベントに行き始めた時はやっぱり出展者や、あの主催者が知っている人、で行き慣れた場所がスタートだったけれども、うん、でもね、なんかこう自分の友人関係が広がってくると、うん、やっぱそのイベント、まあ自分のね生活圏だったイベントがだんだんちょっと距離を広げられるようにはなってきて、うん、そうするとまた新しいものが自分にね、うん、こう降りてくるというか、うん、あ、こういう世界があったんだなっていうのを知る、うん、でもね、そこで例えば今度また別のところでイベントやるんですよってチラシをもらったりするじゃないですか、うん、するんですよ、うん、だけどなんかやっぱねチラシだけだと、映画館の予告編見て次も見たいって思うほどの、あ、次もここも行きたいって思うかっていうとそうではないなっていうのはある。ぶっちゃけさ、チラシって、チラシって効果あると思う？あのね、世代だと思う。あ、紙に従るって感じ。そう、紙というもののやっぱ力はあって、あの見やすいんですよ、紙のチラシって、だけど邪魔なんですよ。邪魔で、ずっと持ってられないんですよ。そうだね、そこはね、今のこの世の中というか、このなんていうのかな、デジタルの世代、若い子たちとそうでない上のね世代の
ごちゃ混ぜになった世代の難しさではあると思う。ギャップがそれぞれあるよね、うんうん、きっとね。はい、うん、すっげー今の話題広げたい広げて広げて広げるためにやるんだからね。あの音楽のイベントって、うん、あのまあ、私あのクラシックの畑の人間なんで、うん、よくあのあるんですけど、あのよく有名な曲を演奏会でやりますっていう風に、うん、この曲をやるんで聴いてくださいっていうチラシがやっぱ入ってくるんですよね、うんうん、でもあの正直な話、そこの団体じゃないと聴けないかっていうと絶対そんなことはなくて、うん、オリジナルの曲をやる、あの今までやったことない曲ってなんとなんかちょっと面白そうだなって思って行きたいなって感じになるんですけど、うんうん、まああの一般的なね、あのちょっと有名な曲をやりますよっていう風になったら、うんうん、今回はいいかなっていう風になっちゃったりも私するんですよね、正直な話、ね、でさっきのに合わせて、うん、あの紙って自分の必要な情報を、うん、あのまあピックアップして、うんうん、あのなんていうんですかね、自分の中に取り込むことはできるんですけど、うんうん、それって必要のない情報がばかり載ってたら、うんうん、本当に邪魔でしかないって、うんうん、で今その必要だけな情報ってスマートフォンで、うん、インターネット上で、うんうん、ね、自分で検索かけたりとかっていう風に、うんうん、やっぱりできるじゃないですか、うん、でちょうど私の親世代がそれができない世代なんですよね、うんうん、あの曲は何だっけかとか、うんうん、あのこの曲のタイトルを覚えてるけどいつ頃やったんだっけかって言って、うんうん、やっぱそれで疑問に思って終わっちゃう世代、うんうん、でやっぱあの紙とかじゃないと具体的になんか解決にならないんで、なんていうんですかね、その広告の仕方がやっぱ今後そのイベントにおいてはポイントになってくるのかな、うん、やっぱそのね、あの待ち時間の間のやっぱ動画配信だったりとか、あとはそのね QR コードだけ載して、うん、なんかそれでやるだけでもだいぶなんかね、あの情報があるような世の中だと私は思うので、うんうん、なんかそこのところを変えていけば、うんうん、面白くなるのかなっていうふうには個人的には今まで感じてました、うんうん、すごい今ピンポイントな話だったので、結構このネタはね、うん、あのやっぱり、まあ、八重洲テレビに来る人とかやっぱ関わってる人っていうのは多分これを見てくれる人もそうだと思うんだけど、ぶち当たる問題だと思うんですよね、おのおの。私も別にイベンターではないんだけれども、やっぱり行く立場としてやっぱりこう全てに顔は出せないから、じゃあどういう基準でそこを差別化して、あこれは行ってみようって思うのかっていうのがすごくこう選ぶっていう言い方をするとね申し訳ないんだけど、でもそういう感じにやっぱりなってきちゃう。全部に行ってるとやっぱりキリがないからね、うん、その中であこれには行ってみたい、行かなくちゃって思わせるやっぱり何かがないと動かないよね、人は。だからそういう思える、そう思えるイベントが増えてってくれればいいんじゃないのかなって思うんですよね。青木さんはいろいろあるでしょう、言いたいこと。はい、実はですね、八重洲テレビやる前に八重洲なんでしょう、八重洲落語クラブっていうのをやってましてですね、これ何かっていうと落語家さん呼んで落語やってもらうんですけども、落語ファンをね、八重洲、静岡、この辺の落語ファンを集めて落語会をやるんですけれども、実は毎回満席なんですね。落語ファンって結構いるんですよ。で、だけど集客するにはどうしたらいいかっていうのを常に考えてやってました。例えばですね、まあ会費ってそんなにかかんないんですよね、落語会ってね、たくさん集まってくれればね。で、まず一つ目何かっていうと、プラスアルファね、お年寄りとか多いもんで、プラスアルファ何をつけたか、何だと思いますか。お弁当付きにしたんですね。あ、なるほどね。お茶と和菓子っていうか、お弁当、お腹満たされるとそれで面白いとすごい満足感があるんですよね、うん、なるほど。そういうことをやりました。でもう一つ、じゃあ何をやったでしょうか。
実はですね、プロの落語家さんって素人の方と一緒には舞台に上がってくれません、普通は。だから真打ちって結構格上じゃんね、もう落語家じゃんね。その一歩手前に羽織を着てない二つ目ぐらいかな、そういう人っていうのは実はプロでもあるんですけども、一般の素人、落語を話せる素人でお友達がいっぱいいる方がいるんですよね。そういう人の発表の場を作ってあげようということで、そういう素人の方を2人ほどお呼びして、そのお友達は最前列で見てくださいっていうようなことをやったんですね。そうするとお友達がさらにお友達を連れてきて、さらにお弁当までついてくると実はいっぱいになっちゃうんですよ、ね、で落語会なんだけど落語以外のこともやっちゃうんですよ。前説ですね、前説できる人に喋らしちゃう。うちは何をやったかっていうと、まゆみに司会をいつも頼んでたんですけど、まゆみお話しするの好きなんですね。だからお話しする人が好きな人に自由にお話をさせちゃう、その後に落語をやってもらう、で最後に締めでプロの方にやってもらう。そうするとみんな楽しく帰れる。だからみんな参加型にするってことです。焼津テレビもね、参加型になってるじゃないですか、ね、みんなが参加してそこの一メンバーだよっていうふうにするともっと友達を集めたくなるんですね。そういう雰囲気を作るっていうのがやっぱり人集めにはいいんじゃないかなっていうふうに思います。目から鱗ですね。大学の論文でやったんですよ、参加型のやつって。音楽の鑑賞の授業って、大体寝てません？寝たことありません？音楽の鑑賞。寝ますよね。で、何をやったかっていうと、特定の楽器と、あと子供たちが自由に書く楽譜、本当に絵でもなんか規則を決めて、こういうことをなんか図形でもいいから何でも書いてくださいって言って、子供たちが自由に演奏をした後にその楽器を使った曲を鑑賞するっていう風になると、自分たちになかったアイディアが、こういう今の生きてる作曲家はこうやってるんだとか、昔の人はこういう曲書いたんだっていう風に深まって、だいぶ関心が興味が湧くっていうのがあって、もう多分10年くらい前に、現代音楽協会ってところかなが辞めちゃったんですけど、それをやってた時期はなんかすごい音楽教育の面では、すごいいいイベントだったなっていうふうに評価されてたのがあったんですよ。はい、今それ話聞いてそれを思い出しました。参加型ってやっぱいいですね。私だって何もやってないもん。じゃあこちらで。いや、やらちゃんややるよ。だからやらちゃんっていう人は。でいきなりエラちゃんの話しちゃったけどね。彼女はやっぱりこう、私何もやらないよって今言ったけど、何か頑張ってる人とかそういう人に対してのこう思い入れっていうのがすごく深い人で、私にはちょっとないところがあってね、そういうのが。だからすごくそれはね、羨ましいって思うの。誰かをもう全力で応援しよう、それってもうそれがエラちゃんの活動だよね、本当に。だから自分から発信するっていうのももちろんそうなんだけど、自分が何かをこうね、やるっていうのもすごく大事なんだけど、それを伝える人っていうのもすごく大事だなと思うので、私も何もできないから、からってわけじゃないんだけど、やっぱり焼津テレビにすごく関わるようになってから、私発信で何かできることっていうのは本当に限られちゃうけれども、ここのことをみんなに知ってもらおうとかっていう気持ちっていうのは、私はすごく自分で言うのもなんだけど強いので、そういうところは、でも
エラちゃんの方がそういうのはすごい深くこう徹底してるじゃない。だからそういう発信の仕方もあるよね。だからそれは十分に何もやってないわけじゃないと思うのよ。うん、だからそういう思いをこう人に伝えて、一人でも多くそういうなんていうんだ、まあ、イベントとかでもそうだし、その好きなアーティストのこともそうだし、イベントのこともそう、そういうのをこう伝えるっていう役目をするっていうポジション的には、エラちゃんの存在っていうのはね、私すごく大切な存在だと思う。だからイベンターとして、イベントをこう企画する人とかやる人っていうのはさ、もうほら目の前にあることをさ、こう事務的にやらなきゃいけないことって多分あると思うんだよね。でもそれがその人たちにこう思いがね、伝えるっていう余裕がない分、エラちゃんみたいなこういう人が代弁っていうのもちょっと変なんだけど、こうその人たちになり代わって伝えてあげる、で一人でも多くの人にその気持ちを分かってもらうっていう、そういう役割っていうのはね、私すごく大事だと思うんだよ。訴えかけてく人いないとね、やっぱりただただイベントやってさ、じゃあそこに、あ、じゃあやってるから行ってみようかなっていう感覚で行くっていうのは、もうマルシェとかもね、もう乱発しちゃってて、こう飽きられつつあるっていうのもあるからさ、うん、そういうイベントに携わってね、うん、お客さんでいると、うん、いつの間にかね、スタッフ目線に僕はなっていくんじゃないかなって思うんですよ、うん、応援していくと、うんね、やってる主催者側の目線にだんだんなっていくんですよ、うん、そうするとさらに楽しくなるので、うん、もっと応援したいっていう気持ちになるんですよ、うん、だからスタッフ目線の人たちを仲間にする、いかに仲間にして参加型っていうのはそういうことじゃない、うんそうだね、スタッフ目線のその立場でいろんなことを言ってあげて、うん、そしたら今度はね、ファンクラブみたいのを作っちゃうんですよ、うんうん、まあ落語もそうなんだけど、毎回情報を提供すると、いつ今度いつってこう聞いてくるじゃない、うん、だからそういう状態にしとけば別にチラシなんていらないんですよね、うん、だからスタッフ目線の人をいかに作るか、それには自分が思いっきりどっぷりスタッフとして動いちゃう。実はお笑いのイベントをずっと手伝ってたことがあって、そうするとね、今度呼ぶタレント誰にしようかって僕に振ってくるんですよ。え、僕分からないですよ、僕決めちゃっていいんですかっていう状態になった時があって、この人どうかな、あの人どうかなって、いや、それはファンに聞いた方がいいんじゃないですかって言った時に、ファンクラブがあると非常に楽なんですよね。で、そのファンクラブも同じようなレベルまで持ち上げちゃうと、最低このぐらいの人数来るっていうのは分かるもんで、そうすると次のイベントを作りやすくなる、組み上げられやすくなる、楽なんですよ、主催者側もね。そういうような状態まで持っていけるようなファンクラブ、それがあるといいですよ